カーリング選手団の皆さん、ね、どうぞ皆さん、ね、ご覧ください、ね、カーリング女子男子の皆さんにお越しをいただいております。いやまずは本当にねとんでもない力をもらった、おめでとう。ありがとうございます。もう草さんどう、はい、実際こう日本に来るまでこれだけ歓迎されてるなかなか分かんなかったと思うんですけれども、どうでした思いは。いやこうやってやっぱり帰ってみると本当にたくさんの方に支えられてきたんだなっていうのをすごく感じます。感じる、はい、でもねすごいプレッシャーだったでしょ。俺絶対できないもんあんなこと最後。でもどうやってあのプレッシャーを乗り越えました。あでも自分たちが本当に今までやってきたことを全力で試合に出すだけだなっていうふうに思っていたので、ええ、もう自分たちを信じてやってた本当にだけでした。やってたその信じてたって言ったら本橋さん一番信じてたでしょう。悪いけど選手なんだからねコーチじゃないよ。その中で見守っててどうでした実際。はい、みんなすごいたくましかったですし、たくさん笑顔が出ていたのでチームロコソラーレらしいあの試合ができたかなと思います。どこら辺が一番苦しい時もありましたけども、あ、私たちってやっぱすごいなって、ここが武器だなと思ったところどうでしょう。やはりセミファイナルで韓国にあの負けてしまった後にまた戻ってこれたというか、気持ち的にまた、あの整理をつけて、はい、はい、自分たちを鼓舞して3位4位決定戦でしっかりこのメダルをゲットできたっていうところが一番の収穫かなとは思います。だってあの時気持ちの整理ができ、4年間苦しめなきゃいけない可能性もあったわけですよ。はい、でちょうど本橋さんと出会った時、本橋さんも悔しくてあれ泣いてたんですか。そうですね、悔しくてよく、はい、よく泣くんですけど多分悔しかったんだと思います。悔しかった。でもよく立ち直って、泣く方って言ったらよく泣いたね。はい、もういろんな涙ありましたけど、うん、どの涙が一番好きでした今回。やっぱり最後にみんなで流した嬉しい涙が、ええ、あの人生で一番最高の瞬間だったなというふうに思います。人生で最高、すごい笑顔ですね。でもその笑顔っていうのは自分だけじゃないじゃないですか。所長も含めてみんなの思いが重なってた、自分の思い重なってるっていうのはどういう気持ちになるんですか。私たちが3位決定戦で勝った後に、ええ、私たち以上にあの泣いて喜んでくださってた観客の皆さんだったり、あの、ええ、男子の応援してくれてましたもんね。カーボーイズのみんなも声を張ってずっと応援してくれていたので、ええ、うん、あの私たちの夢が誰かの夢になるって本当に幸せだなと思います。いやでもね相当やっぱ試合がやってて僕思ったのはカーリングって負けても次があるから切り替えと負けたことを力に変えたのが今回良かったなと思ってたんです。どうでしょう。そうですね、本当に予選の最後の方は特に 2連敗してしまって、結構チーム的にも少し雰囲気が落ちてしまったんですけれども、またまあみんなチームのことを自分のことを信じて私たちらしい試合が準決で負けてしまったんですけれども、はい、取り戻せたのがすごく良かったなと思いました。あ、そこら辺 どうやって戻しました。大変だったと思いますよ。そうですね、でもあの自分たちがここオリンピックでやりたいことは何だろうって、ええ、一人一人が考えて、じゃあこの次の試合本当に悔いのないようにっていうことを、うん、あの考えながら、はい、やってた。やりました。もうね昨日の10時から来てる人もいるわけですよ。いやずっと待って、で聞きたいのはそうだねっていうのそうだねってあれどうしたね、どうしてそういうこと言ったね。そうだね。そうだね。ちょっと違います。ちょっと違います。あのでもみんなそうだねって言ったけど、そうじゃないって思ったところもあるんでしょ。そうだね。あ、そうなんだ。そうじゃないこともあったんだ。でもあの普通はね休憩時間とかマイクなんかつけない特別な競技だと思いますよ。でもそれが一つのカーリングの魅力として捉えられてる。藤沢さんどうでした？そこら辺は。でもあのマイクつけてることによって本当に皆さんにカーリングの選手たちがどんなこと話してて、どういうあのこういうショットを決めるためにどんなコミュニケーションを取ってるのかっていうのを全部すべてあのさらけ出して見ていただけたのが本当に良かったのかなというふうにも思います。まあ、変な話じゃないですけど、そうだねはまず流行語大賞になるでしょこれ。どんな気持ちで言います、そのそうだねが。まずそんなこんなことになると思ってない、そうだねだから。
いや本当に私たちなまってるって思ってなかったんで、ええ、ちょっと衝撃でした。ちょっと申し訳ない、時間がないところ一人ずつ相談ね言ってってもらっていいですか。はい、お願いいたします。そうだね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 ありがとうございます。いもう素晴らしいチーム本当にオリンピックメダルおめでとう。そうだねカーリング女子チームの皆さんありがとうございます。じゃあどうぞ。今回のカーリングによって日本のカーリングが変わっていく。そうだね。最後俺たちみんなチーム日本素晴らしい活躍、そして思いありがとうございました。カーリング選手団の皆さんお迎えいたしました。どうぞ大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。